これ増やすしかない。明日のオークスのために。と言っても、いきなり10の愚痴使うと1レース目で終わってまうので、3の愚痴ずつ、いく。3番手追い込んでくる12番のアセンフェアリー、2番手に接近、先頭13番のベターハーフゴリン、そのプランタンデールをめがけて追い込んだ12番のアセンフェアリー。この争いはわずかに内、2着争いは6番のプランタンデール。転がしましょう。が行って600を切っています。内からかまして上がっていこうという16番マジックシード、外は13番高野プリマベーラ、1頭ポツンと置かれて最後方1番コニカルビーカーで第4コーナーをカーブ直線に向かっていきます。前は単独抜けました8番ケイティグレース、リードは2馬身です。2番手は広がって7番スカーバティ、内から接近2番エクレアスピード、外から接近9番アールウォーケン、間からの3番ベストチャームです。前は今度は2番エクレアスピード先頭に変わった、これを懸命に追って3番ベストチャーム2番手に上がる、あとは外から接近6番名称打ちで3番手が先頭2番エクレアスピード抜けだ、終わり。2着は接戦、3番でやり直し。スカーレットベガ、さらに外17番のマーベラスクイーン、3頭広がって400を切りました。4番手追っているハルシオンデイズ、外はシルノ、内を狙ってレッドルーナ、外からの追い込み勢16番ラインコマンダーウィンカーマイン、大外から14番のオメガドービルが追い込んできて一気に先頭に変わった。14番オメガドービル抜け出した1馬身リード、内食い下がるマーベラスクイーン、2番手に藤正ディープが接近して2着争い、オメガドービル先頭ゴール、2着争い2頭接戦、17番の転がしましょう。コーナー中間14番デルマシャンパン、後方2番のタマスカイブルー600、4コーナー15番のアロースコルト、最後方7番フクノクオリア、第4コーナーから直線コースへと入りました。先頭12番の鈴鹿アポロ、リードが体半分、並んで8番のサウンドストリート、400を切りました。やはりこの2頭内と外離れています。2頭の間に入る形、5番俺のマニラが3番手、この間に外から9番の心のイコロ坂の上り、さらに16番敷島、14番デルマシャンパ、これらの間から13番クリップスプリンガー、残り200はすでに切っている。さあわずかに今度は5番の俺のマニラか、外から13番クリップスプリンガー追って、内12番の鈴鹿アポロ食い下がる、5番俺のマニラ、ゴール、俺のマニラ勝ちました。2着13番転がしましょう。
番モズレジーナ、第4コーナーから直線コースに入りました。先頭8番のポリアンサ、内を開けて先頭400を切りました。1馬身半差、11番テイクザヘルム、2番手から追っています。後続殺到、最内を狙って3番ランペルーザ、さらには6番のアゴベイも追ってきましたが、この間に外から5番のミモザイエローと追われて10番のファナティック、横に広がっている。さあ内3番ランペルーザが先頭か、外は10番のファナティック、この2頭の争いは3番ランペルーザゴール、2着10番のファナティック、3着転がしましょう。勝てばが動き始めて、12番のマイネルオフィール、14番マイネルユズツワキ、さらに16番のロンドンタウンと前は4頭がここで横に広がってきました。5番手インコースクイーンマンボ、大外にオメガパフュームです。直線コースに向かいました。サトルスターが合わせに行った。先頭は8番のサンライズコア、リードは2馬身、追っていくのが14番のマイネルユズツワキ、外から迫るオメガパフューム、一気に伸びてきた。さらには5番のハルザブルース、離れた外から中央ウィザードとモザアトラクションが合わせるまで前を伸び込んだ。前はモザアトラクション、中央ウィザード、オメガポフィーム、ミスト前の争いは最後は2頭、中央ウィザードがモザアトラクションがゴール、オメガポフィーム3着。火の出るような追い比べで前の馬群を飲み込んだ2頭。転がしましょう。第4コーナーから直線です。さあ前2頭後続を離した。17番リンシャン解放が打ち、外は10番モルフェオルフェ、400を来てこの2頭の競り合いで坂の上りです。3馬身後方、16番のアンリビットが3番手、内を狙って6番のモアナ、この2頭の間食い下がる14番ピアラミント、前へと一気に襲いかかります。そして11番のスイーズドリームスも追い込んでくる。一気に変わりました。6番モアナと16番アンリミット、人気2頭の争いに11番スイーストリームス3番手、前は2頭競り合ったまま後位、3着11番スイーストリームス、わずかに後ろ6番モアナか16番アンリミットか。これで明日を送り返る。